バイブルはン、レジョージアカー。さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。えー、今日のテーマはですね、夢は大きくない方がいいのか、えー、小さく産んで大きく育つというテーマでお話していきたいと思います。えー、夢は大きい方がいい、えー、なんて言いますよね。えー、本当は、あのー、ゴリ先生もそうであってほしいとは思うんですけど、ちょっと今朝のニュースでですね、 あの、えぇ、ー、ナスの、えー、事件のニュースが最近よく報じられてるんですけど、で、新たに二十歳のですね、また、えー、何も、ね、こう最近、えー、逮捕され始めてるんですけど、二十歳のですね、えー、犯人が、あの、捕まりましたと。で、 俳優、俳優、元、俳優を希望してたのかなあの、元俳優なのかちょっとあれなの、わからないんですけど、あの、そういうような若者が、えー、逮捕されて、ある解説者の方がですね、あの、まあ、闇バイト的な、あの、 若者がそういうような闇バイト的なものでしか、えー、食えない、えー、食べれない若者も実際、えー、出てきてはいるんだというような話を聞いててですねあのうん厳しい世の中だなというのはあの実感はしたんですけどもそのうんあのやっぱり えー、夢が大きいとですね、やっぱり挫折もしやすいでしょうし、あのそういう意味合いでは、えー、その後に小さく産んで大きく育てるというふうに書きましたけどね、えー、ある程度夢を小さくですね、えー、小さく産んでおいてですね、えー、そこから、えー、どん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 、えー、大きく育てていくという方法もしっかりあるんだという。 あそういうような、えー、方法をとるのもです、ねえー、いいんじゃないかなと思って、まあ、今回ちょっと動画にさせてもらったんですけどもあの本当にです、ねまあ、仕事さえです、ね、一生懸命やってればなんとかなるんですよね食う,は食,う食べれるとは思うんです、えー、ただその、いろんな大きな、えー、夢、えー、を抱くのは本当に大事なことではあるんですけど ただ、えー、現実とのギャップがやっぱり、えー、出てくるわけですよね、社会に出ると。で、えー、非常に運、この世の中、運で左右されることも、えー、ゴリ先生、大きいと思いますんで、その時に、えー、夢が叶わないという大きな挫折。えー それをですね、あのまあ、挫折を味わって、えー、何くそというふうに立ち上がると、また強くはなるんですけどね、えー、ただ、なんでしょうかね、あの本当に、えー、現実とのギャップに苦しめられる、えー、若者も多いと思いますんで、あの ある程度、こういう、あの、あくまでもこういう、えー、方法が一つあると、えー。夢を小さく、えー、叶えておいてですね、その夢をまたどん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 大きく、えー、育てるという、えー、方法もあるんだよというのをですね、えー、ちょっと今回、えー、動画にさせていただければと思いました。はい、えー、最後までご覧いただきましてありがとうございます。感謝です。それではまたお会いしましょう。バイバイ。